ムドです。今外出自粛などでなかなか好きな人に会えないかと思います。会っていないと相手の気持ちが薄れたり、自分の印象が薄れたりする可能性は高まります。もしかしたらオンラインコミュ力が高い人に取られるかもしれません。このような状況下だとオンラインでうまくコミュニケーションを取れる人とそうでない人で差が開きます。つまりオンラインが苦手な人にとっては不利になるし、得意な人にとっては有利になる。むしろチャンスにできてしまう。というわけで今回は LINE の恋愛心理学。この状況だからこそライバルと差をつけるチャンスです。それでは早速見ていきましょう。まずはプライミング効果による単語での暗示テクニックについて。まずプライミング効果については過去動画で詳しく話しているので、ここでは簡単に難しく説明すると、先行情報であるプライマーによって後の刺激であるターゲットの処理に無意識のうちに影響が出る現象のことです。これを示している実験として、ハーバード大学での実験では被験者にアジア系もしくは女性のどちらかを意識させてから数学のテストを受けてもらったところ、アジア系を意識したグループは数学の成績が高くなり、女性を意識したグループは数学の成績が低かったんです。また心理学者のジョン・バーグさんの実験では、言語能力を調べるという名目で被験者に言語パズルを行わせました。で、そのパズルはシワ、引退など老人を想起させるような単語を散りばめていました。その後、実験が終わったので部屋から移動してくださいと告げると、老人を想起する単語に触れた被験者たちは無意識のうちに歩くスピードが下がっていたという現象が起こったんです。これがざっくりプライミング効果になります。要は単語に触れたりするだけで、それが数学が得意や老人に連想されつながり、無意識のうちに情動や行動が変化するというもの。メンタリストなんかはこれを使って心理誘導をしたり、相手の行動をコントロールしたりします。これを LINE でやっちゃおうぜという話です。いつも動画を見てくれているカムラーのみんなはピンと来ているかと思いますが、 LINE に誘導したい単語を散りばめるということです。やり方はプライミング効果についての動画で話していることをそのまま LINE に使います。例えばずっと家にいるの割と好きなんだよね。うちに犬いるんだけど超可愛いの。ひたすら折り紙持ってるけどめっちゃ楽しい。冬空見てるんだけどペヨンジュに会いたい。というように好き、楽しい、会いたいなど、相手の中に歓喜させたい感情につながる単語を散りばめるという方法で、別の過去動画でも話していますが、人の脳は主語をうまく判別できない性質があります。つまりこちらの発言がペヨンジュに会いたいだったとしても、相手の脳には会いたいという単語が直接届いて影響が与えられる。それによって無意識のうちに相手は好意を感じるようになり、行為の偏方性が働き、実際にこちらに対して好意的な感情を持ったり、行動に現れるというわけです。かつ、ポジティブな言葉は脳にとって快になりやすいので、LINE をするのが楽しくなったり、LINE が来たら嬉しくなる、しばらく来ないと寂しくなるなど、ドーパミンサイクル的な部分も刺激できるわけです。ちなみに、アイコンについても話しておきます。アイコンはどんなものがいいのかというと、結論としては、他撮りの自分の写真がおすすめです。ポイントは自分の写真ってとこなんですが、その前に他撮りのとこから触れると、要は自撮りは厳しいという話です。これは言わずもがなかと思います。特に女子からしたら自撮りはきついし寒いし勘違いナルシスト感が出ます。あとは自撮りでもギャグ系のものもあるかと思いますが、大抵滑っているのでおすすめはしないです。では本題の自分の写真がなぜいいかというと、単純に単純接触効果を引き出せるから。単純接触効果とは、簡単に言うと接触回数が多いほど好意を感じやすくなるというやつ。難しく言うと、接触回数が多いほど認知的反応よりも感情的反応が先に生じるようになり、処理的流暢性が高まり肯定的に感じやすくなるというやつ。これを表している実験があります。実験では実際にはクラスメートじゃない女性3人に講義に参加してもらうというもので、女性 A は5回、女性 B は10回、女性 C は15回。この女性はその講義で教室でただ座っているだけ、他の学生とは一切会話をしませんでした。その後クラスの男子生徒に魅力を評価してもらったところ、女性の魅力度は講義に参加してた回数と相関していました。つまり会話すらしていなくても単純に接触回数が増えるだけで魅力度が高まるというわけです。 LINE のアイコンを自分にする理由はこれです。自分のメッセージなど LINE を開くたびに見るものなので、いやおうなくアイコンには単純接触効果が働きます。それを使わないのはもったいない。かつ LINE で楽しいやり取りや相手がポジティブな気分になった時に、そのアイコンの自分に感情が帰属する確率が高まるので、アイコンは自分にしておいた方がいいよねという話です。ちなみにの余談の個人の感覚の感想ですが、僕の周りのイケメンとかモテる人はアイコンに画像設定してない率が高いです。さらにちなみに僕のアイコンは8年前の写真です。機種変したら間違えて昔大気の時に使ってた LINE にしかログインできなくて、変えるのめんどくさくてそのままパターンです。参考にしないでください。次に短文と長文どっちがいいのか問題について。これに関しては短文を送った時と長文を送った時で返信率がどう変わるのかを調査したものがあります。その結果、長文の方が 1% だけ返信率が高かったということが分かりました。つまりほぼ変わらない。であれば長文に時間を割くよりはサクッと短文を送った方が返信数が稼げるので短文の方がいい。長文には返しやすさがあるかもしれないが、紐手
感も出てしまいます。短文を送る側と長文を送る側だと、おのずと長文を送る側が必死に追いかける側のような構図になります。というわけで短文に分があるという感じです。それでは次に LINE で使えるミラーリング、ペーシングについて。ミラーリングはご存知の方も多いかと思いますが、仕草や言動など相手の真似をすることによって、類似性の原理や共同体意識などを刺激して、親密感や好意を感じさせるテクニックです。で、これは LINE でも使えます。具体的にどのように使うかというと、一つ目は文章量。先ほど短文と長文なら短文の方がいいという話をしました。が、相手の食いつきがあまり高まっていなかったり、変に短文を意識して冷たいと感じられたり、相手に返信の負担が増えるようだったり、短文がいいのが分かっていても色々送りたくなっちゃうという場合は、相手の文章量に合わせてこちらの文章量を増減させるというのも一つの手です。例えば相手が短文で送ってきたらこちらも短めで、相手が長文で送ってきたらこちらも長めで、特にそこまで仲良くなかったり、連絡を取り始めたばかりくらいで、まだお互い気を使うくらいの距離感の時は、下手に短文で送るよりも文章量のミラーリングを行った方が関係性が深まりやすかったりします。二つ目、テンション。相手が高いテンションでくれたのに、こちらが地獄のようなテンションで返したら、相手は慣れてしまうかもしれないし、ネガティブな印象を持ちやすくなります。逆に相手が落ち着いたテンションなのに、こちらがテンションぶち上げでいけば滑る可能性も高まるし、相手も疲れたり、こちらも虚しくなる可能性が高まります。これも直接会っている時のペーシングなどと同様、相手のテンションや声のトーン、喋るスピードに合わせた方が居心地が良く親密度が高まるのと同じです。3つ目、絵文字など。例えば相手が絵文字を使う子だったら、こちらも顔文字ではなく絵文字を使う。逆もしかり。わらを www で表現するのか、かっこわらで表現するのか、大草原などで表現するのかなど、細かいところをちょっと合わせたりなどもミラーリングになります。4つ目、返信ペース。例えば相手が10分くらいで返信を返してきたら、こちらもそれくらいの感覚で返信をするというように、返信のペーシングという感じで、 LINE でも直接会っている時でも同じようにミラーリングやペーシングができます。ちなみに僕の感覚的な話になりますが、今話したミラーリングやペーシングはあまりきっちりはやらない方がいいかと思います。かつどちらかというと、まだそこまで仲が含まっていなかったり、好意を持たれていない段階で無難さを優先したテクニックという位置づけかなという感じ。まずあまりきっちりやりすぎない方がいいに関しては、通常のミラーリングなどと同様に、相手にバレるくらいあからさまにやっているとこいつやってんなと思われて、むしろ鬱陶しく感じられてしまいます。なので例えば返信ペースに関しては、ある程度ペーシングをしながらも変則的に返信をかなり遅らせたり、相手の返信が遅くてもすぐ返してみたりなど、ランダムの方がいいかと思います。で、無難さを優先したテクニックという位置づけだに関しては、最終的に一番いいのはミラーリングだペーシングだなど気にせず、完全にこちらのペースで好きなように LINE するのが最もモテだよねということ。自分のタイミングで返すし、相手の返信とか気にせず送るし、というスタンスが影響を与える側であり、媚びていない態度になるので、なのでまだ仲が含まっていなかったり、そこまで好意を持たれていないのであれば、ステップ1くらいの位置づけでミラーリングとペーシングである程度親密感や好意を生み出そうぜ段階に適しているという話です。ちなみに一番最初に挙げた動画でも話していますが、ミラーリングは脈割りを見極める際にも使えます。そもそもミラーリングは好意を持っている人に対しては無意識に同調してしまい、同じ行動や言動をするようになるというもの。つまりここで話したミラーリングを相手がやってきたら、脈割りの可能性ありと判断できます。仮に相手もミラーリングを狙って意識的にやってたとしても、こちらに好意を芽生えさせようとやっている行動なので、脈割りの可能性はありです。次に、モテる質問への返し方。これは他の動画でちょろっと喋ったことがありますが、相手が質問をしてきたら同じ質問を返してあげるといい感じです。女の子が質問をしてくるときは、その質問に答えてほしいというのもありますが、結構高い確率で自分がその話をしたいから、その取っかかりとして質問を投げてくるということがあります。例えば、昨日何してたのと質問してきたときは、あなたが昨日何していたかを知りたいだけではなく、あるいはそんなことに興味はなく、私が昨日してたことは話したいから質問返ししてくれという意図があるということ。つまり、昨日何してたのと聞かれたら、公園で寝てたカムコちゃんはというように、相手に話を振ってあげると喜んで話してくれる可能性が高いわけです。それでは最後に、 LINE で相手の記憶に自分を強烈に植え付けるザイガルニック効果について見ていきます。ザイガルニック効果とは、過去動画でも詳しく取り上げていますが、中途半端になっている作業は強烈に頭に残る、作業が完了するとすぐに頭から消えてしまうという性質を持った心理現象です。で、このザイガルニック効果を相手の頭に残すことによって、嫌でも相手はこちらのことをつい考えてしまいやすくなり、頭の中で思い浮かべる回数や時間が増え、単純接触効果が働く、つい考えがちということは好きなのかというご帰属が起こりやすくなるなど、メリット満載の効果を持ち合わせております。これはかなりいろんな応用が考えられると思うので、具体的な方法を2つだけ紹介しちゃいます。まず1つ目、未読スルー。ザイガルニック効果は、中途半端な作業は頭に残りやすくなる。つまり未読スルー自体が中途半端を作り出すことなので、簡単にザイガルニック効果を発動させられます。うわっ。
もっと具体的にこの効果を強烈に発動させる未読スルーのタイミングは、話が盛り上がってポンポンやり取りが続いた時に突然の未読スルー。話が盛り上がってラリーもポンポン続いている状態は、相手の頭の中を占有できている状態になります。その状態で中途半端な場面で未読スルーをすると、ザイガルニック効果も強烈に残ります。返信来ないかなと気になったり、お風呂にでも入ったのかなとか、話の続きを考えがちになったりとか、未読スルーによってさらに相手の頭の中を占有できるというわけです。二つ目が寝る前の未読スルー。これは結構強力です。まず一つ目と同じような使い方で同じような効果を期待できます。かつ寝る前の出来事は一番記憶に残りやすくなっています。なぜなら寝るまでそれ以上の情報が入ってこず、脳は睡眠中に記憶の整理を行うので、相手の夢の中にも出演しやすくなります。夢に出てきてから意識するようになってしまったということがよくあるように、夢への出演は結構強烈に相手の印象に残ります。で、僕がやっていたのはこの寝る前未読スルーをして、次の日に普通に続きの返信をしれっと返す。これによって次の日も何気なく LINE を続けられます。そして毎日 LINE を相手の日常に組み込ませて、シェアを奪う、コストを積み重ねる、当たり前にして保有効果を膨らませるということをやっていました。というわけで LINE でも使える心理テクニックでしたが、この類の話はまだまだあるので、今後も動画にしてあげていこうと思います。 LINE に限らず、今この状況だからこそとか、この状況をむしろプラスに変えようぜ、こんな時だからこそ差がつくからこうしようぜ、 LINE での NG 行動みたいな内容もちょいちょい出すつもりなので、ご期待ください。それでは次の動画でまた会いましょう。